東九州自動車道で唯一事業化されていなかった日南市の南郷と串間市なるの新規事業化が決まり、日南市では関係者や市民らおよそ150人が祝いました。新規事業化となった南郷からなるまでの 13.3 キロの区間はいずれも2車線の道路、全体事業費は約650億円で、新年度は建設に向けての地質調査や設計などが行われます。2019年に油津から南郷間と鳴るから夏井間が事業化になって以来、くす玉が割られたのは5年ぶり。長年の待ち望んでいたこの事業化でありますので、本当にもう感激です。1年前に開通をしました清武南から日南北郷間ですね、この開通効果を見ても私たちは肌でにぎわいを感じてますので、これがさらに南に伸びていけばますますその効果というのは広がっていきますので、人物金の流れがもっともっと大きくなっていくというふうに期待をしております。日南市と串間市が高速道路でつながることで、災害や医療、観光における周遊性の向上などが期待されています。